丹島は、瀬戸内海西部にある柱島群島の島。山口県岩国市に属する。岩国港の南東、約2 2トルにあり、全島が瀬戸内海国立公園に指定されている。最高峰は、島南部にある標高1 2 8メートルの三壁山で、ある。2018年4月現在、生活の中心を島内に置く人は20人程度で、 中央の平坦地に集落が形成されている。漁業が産業の中心であり、水揚げの中心はメバル、アジである。かつては真珠、ハマチなどの養殖も行われていたが、現在は行われていない。岩国柱島海運株式会社が岩国港黒島炭島柱島間で定期船、水星を1日3から4往復運航している。ちなみに1往復は炭島に寄港しない。 岩国港柱島直行便である。かつては岩国港から海上タクシー切り島が運行した時期があったが、2019年現在は運行されていない。丹島は蔵郡マリーフ村の一部であったが、1928年に調整が施行され、1940年にマリーフ町ほか4町村の合併により岩国市となった。岩国市、タッパ島小学校。 三島中学校があるが、中学校は1990年に休校している。小学校は1988年から2000年まで児童がいなかったため休校となっていたが、2000年2名の新1年生の入学によって再開された。2007年4月の段階では1名の児童が多くの人たちに支えられて登校していたが、2010年3月に、 卒業、丹島小学校は再び休校となった。ありがとうございます。